懲役9代2017年の問題を説明します。アンモニアと塩化アンモニウムがトウモル量溶解した水溶液は緩衝液となると。濃度 0.2 モルマリットのアンモニア水溶液 100ml と 0.2 モルマリットの塩化アンモニウム水溶液 100ml を混合した溶液 A の pH を求めると。さらに溶液 A に 0.02 モルマリットの塩酸 100ml を混合した溶液 B の pH を求めなさいと。KB の値は与えられていますと。まず KB の式やけど、これ、NH3 は水に溶かしたらアンモニウムイオンが出てきて、で、水酸化物イオンが出てるな。これ KB 書いたら、分子は NH4 プラスと OH マイナスで、分母は NH3 やな。水はもうこの KB に含まれてるね。で、これは、NH3 は今量が 0.2 モルマイリットルで100ミリリットルやから、これは 0.02 モル入ってるな。で、アンモニウムイオンも同様に同じやから 0.02 モル入ってると。ね、で、混ぜたら200ミリリットルなんだけど、まあ 0.2 リットル。って書いたらもうええねんけど 0.2 リットル同士消えるからな、消えるから、これまあ OH マイナスを求めよう思ったら KB かける NH3 が上に行って NH4 プラスやけど、この V をちょっと省略してな、 V は一緒やからもう 0.02 と 0.202 だけを代入してもいいよな。これ KB は 2.0×10 のマイナス5乗やろ。な、これ一緒やな。一緒が消えると。H プラスと OH マイナスの濃度の積が 1.0×10 のマイナス14乗で、こっちが 2×10 のマイナス5乗やからな。これは OH マイナス 5×10 の、これ2と5かけたら10やから。マイナス10乗やな。pH は、10-65 で、65は 0.7 やから9.3 か。9.3 になります。続いてね、これは、HCl を加えたら、アンモニアが減って、アンモニウムイオン増えるな。で、0.02 モルで200ミリリットルやから、これ、プラス 0.004、マイナス 0.004 モル減るな。こっちはプラス 0.004 モル増えます。ね。増えるので、この同じように式な、書いたら、NH3 の濃度は、まあ、これ、V 分のってやってもいいんだけどな。足して全部、足したら V 分のってやってんだけど、0.016 な、モルと。NH4 プラスは、これも V 分の 0.024 モルと。ね。で、この式、OH マイナスの濃度の式にこう入れると、2.0×10 のマイナス5乗は変わらない。これは V が消えてな。消えて、で、24分の16だな。24分の16は8、2、8、3やな。24と3分の2やな。これは3分の 4×10 のマイナス5乗で、H プラスはな、これは4分の 3×10 のマイナス9乗やな。な、これ消え、1で消えるから。pH は、9-63 やな。9-63 プラス262やな。で、これは、なぶらな。0.6 やから 9.12 ってなるかな。9.12。はい、終わります。